今日は275の弓道だよ。今日は2021年7月25日。気温30度。天候晴れ。ここは当別町境町です。札幌から来た国道275号は、この交差点で右折しますよ。起点の東橋交差点から来て、初めて交差点を曲がることになりますよ。ここで直進すると別の道になっちゃいます。道道81号岩見沢石狩線、そう、元国道337号ですよ。それでは国道275号を走りましょう。町の中心は川の対岸だけど、こっちも栄えてます。建設会社と大きなセルフスタンドがある交差点。現在国道275号は、もちろんここを直進します。そう、何の疑いもなく直進です。てか、直進以外考えられません。かしかし、昔はこの交差点で曲がってました。え、どこへ？その答えはこっちですよ。なんと、この路地が旧道なんですよ。え、本当に？そうなんですよ。確認してみましょうね。当別町境町付近ですよ。国道に色をつけますね。今はここにいますよ。昔はどうかな？お、確かにここで曲がってます。現道は建設真っ最中みたいですね。そしてもう一つ違うのが、当別川がぐねぐねしてること。今の当別川は直線化の賜物ですよ。それじゃあ、旧道の全貌を見ますよ。周りには何もありませんね。こんなに曲がってるのは、低湿地を避けたからかな。とりあえず、合流点目指して走りますよ。この辺りは宅地化してますね。このカーブのまま曲がってますよ。スーパーやドラッグストアなんかも営業してますね。さあ、農地が目立ってきました。そろそろ合流点ですよ。こっちが旧道です。そしてこちらが原道ですよ。原道は田園地帯を北へ進みます。ちょうどお蕎麦屋さんがある交差点です。このまま原道を走ればいいと思ったら、それは大間違いですよ。なんと、旧道はこっちですから。この田んぼの中の路地、これが旧道です。確認してみるよ。今の交差点付近ですよ。国道に色付けします。昔の写真に重ねます。ほら、微妙にずれてますよ。今の写真に戻します。ここに旧道の跡がありますね。てなわけで、信号のない交差点を渡りますよ。実は数分待ってますよ。275はパラパラと交通量多いから。さあ、旧道探検、スタートですよ。いやー、どう見ても農道だよね。昔はこんな道だったんだ。て、調子こいて走ってたら気づきましたよ。多分通り過ぎている。この距離なら、こんなに走らないよね。戻ります。先ほどの交差点付近ですよ。そして見回してみますよ。店舗の横にありました。旧道ですよ。原道越しに旧道が続いているの、わかりますね。道がまっすぐに見えますよ。よし、気を取り直して、探検スタート。ここは Google マップでは、道になってますよ。昔もきっと未舗装だったんでしょうね。先人の歩みを感じながら走りますよ。たまたま原道に車が来ないよ。チャンス、渡りますよ。斜め横断してるように見えますが、道が斜めにクロスしてるんですよ。旧道は原道を突っ切って山へ向かって一直線ですよ。この辺りは小麦かな、のどかな田園地帯ですね。走行してると踏切見えてくるよ。走ってきた道はこれだよ。この踏切の名前は、壮大な名前ですね。大正9年、北海道庁認定の地方非道です。間違いなくここは旧道ですね。踏切だから電車来ますよ。札沼線電化に合わせて登場した733系ですね。この先駅が近いので、減速してますね。6両ですが、ガラガラですよ。この辺りを見てみますかね。
踏切付近ですよ。道路と線路を足しますね。昔はどうかな。綺麗にカーブしてますね。どうしてかな。拡大しよう。山が迫ってますね。マシケ山地の突端ですね。現代でも山は迫ってきてますよ。大きく曲がる理由はわかりました。もう一度踏切見てみますよ。この道なんですかね。ここは不自然に曲がってますよ。なるほど。昔の道はここでカーブしてたようです。この道は後世に作られたものなんですね。てなわけで弓道探検スタートです。こちらの道が後から作られた道、こちらが弓道ですね。弓道の方へ行ってみましょう。あらら、草に覆われてますよ。跡形もなくて先へ進めません。やむを得ず新しい道を走りますよ。こちら側も草に覆われてますね。完全に弓道はないものにされてますよ。ぐるりと見回すと、ここの道が変形してるの分かりますね。以前の線形では踏切前にスペースなくて事故を誘発すると判断されたのかな。しばらくはのどかな田園地帯ですよ。左側が山だって分かりますよね。しばらく走ると突然大きな建物ですよ。北海道医療大学です。弓道をまたぐ橋までありますよ。この橋は大学と駅を結んでいます。学生は橋を渡るので駅前通りは静かです。てか農家が一軒あるだけですね。駅の入り口は簡素で駅舎はないです。これが橋の入り口。向かいには改札があります。野外の改札って内地みたいですよね。反対側にも開放的な出入り口。ここは北海道かって思います。あ、とりあえず待合室はありますよ。昔は駅舎あったようですが、平成27年に解体されたそうです。この辺りは農地ばかりなんで、牧歌的な風景が魅力です。ってことで、農家に混じって新しい家も建ってますよ。ここからだと車と電車で札幌まで1時間以内。手軽な田舎ライフが楽しめるかもですね。そんなことを思っていると、元駅前ですよ。この辺りでは珍しく建物が集まってるよ。今来た道ですよ。見回すと元駅があります。去年廃止された駅ですよ。いつもの環球車駅舎ですが、手前には駅舎があった頃の基礎が残ったままですね。現在はこんな感じですが、昔は建物大きかったみたいです。昭和10年に開業、昭和54年無人化、令和2年廃止です。元中小屋、中小屋と同じ環球車駅舎だけど、逆向きに設置されてますよ。駅名を直接ペイントするスタイルは同じですね。こちらが北海道医療大学駅方面。反対側が元中小屋駅方面です。ホームは立ち入り禁止ですよ。道路が整備され、車社会となった結果、この駅の利用者は1日 2.6 人まで減ったそうです。そう思うと寂しいですね。弓道探検、再開しますよ。この辺りから車線がなくなると、道は凸凹になりますよ。こちら側へ誘導してるんですかね。275走ってると、パン、鉄道強めの看板見えるけど、この辺りにありますよ。農家さんなのか移住者なのか、この辺りの家は新しくて立派ですね。弓道がカーブしたところには、元踏切がありますよ。路線廃止になったので、一時停止はしなくていいです。この辺りは山が迫ってきてて、道は山際を通りますよ。道は凸凹ですが、草刈りはしてて、一応道路整備はしてるようです。この辺りはとても寂しいです。熊が出てこないことを祈っています。さて、そろそろ合流点ですよ。ここで弓道は弦道に合流します。これが今の275。そしてこちらが走ってきた弓道です。弓道はここで緩やかに曲がってましたが、弦道はそのまままっすぐ抜けてますね。カバト周知館の囚人が作ったこの道、この先はカバト、今の月形ですよ。当別の275弓道探検はおしまいです。
それでは言動を通って帰ります。言動もこの辺りは道幅狭いですよ。マシケ山地の際を通ってるってわかりますね。金沢で一気に道が広がるよ。今日のサイクリングはそろそろおしまいです。今回はタイヤ交換後の奈良市運転です。アトレーパン買ったのでサドルを元に戻しました。お尻は痛くならなかったよ。ってことで今日は短めです。感想やご意見などコメントどしどし待ってます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。